宮沢美穂と言います。ツイッターネームではホチっていう名前でやってまして、今、広島県在住で28歳です。簡単な経歴ですけど、2014年に広島大学病院で、まあ、人工心肺とか家庭室業務っていうのに従事してまして、いろいろがありまして、2017年に退職しまして、そこから、ライターと編集者っていう道に入りました。で、今年の2020年春に、カコトっていうライターとかそういう業務に特化した団体設立しました。皆さん先ほど紹介していただいたように、2019年から医療メディアのメリコっていうのをリリースしてます。医療ライターのこのなった経緯っていうのをお話ししていきたいんですけど、今は医療に特化したライターとか編集業っていうのをやってて、で、転職に至った経緯なんですけど、さっきもお話ししたように人工心肺とかっていうちょっと重ための業務に当たっていたのがあって、で、その時にキャリアプランを考えた時に、出産をして子育てをするってなった時に、果たしてじゃあこのままの仕事が続けられるのかなっていう不安を覚えて、で、その後ですね、髄膜炎で入院するっていう、まあ、ちょっとヘビーなことがあったんですけど、で、その時にもなんかいろいろと考えていたら、まあ、もともと大好きだったこの物書きというか、ライターみたいな仕事をやってみたいなと思って、で、昔そのライターじゃないんですけど、物書きの仕事で賞をもらったりとかっていう、そういう経緯があって、まあ、自分にできることっていうのは、まあ、ライターとかそういう書くことで、まあ、臨床の外から、なんか臨床工学技士の資格を生かして、まあ、人の誰かのお手伝いをできたらいいなと思ったのがきっかけで転職することになり、まあ、今に至ってます。話は変わるんですけど、ライターの仕事って書くだけって思われがちで、なんか誰でもできるんだろうなっていうイメージがあるんですけど、実際のところはライターになるのっていうのはすごい簡単なんですけど、生活が成り立つほどのお金をもらってそれを何年も続けていくっていうのはほんの数パーセントの人だけなんですね。私と同じぐらいに始めた人も何人も辞めていく人っていうのも見ましたし、じゃあせっかく臨床工学技士の仕事が資格を持ってるのに、それをまあ生かしながら、生かさないともったいないし、でもライターの生活を成り立っていくのってすごい大変だから、どうしたもんだと思った時に、まあ、とりあえず書き続けてみようと思って、1年ほど結構体を、まあ、これもまた水爆になるんじゃないかぐらい働いたんですけど、まあ、ちょっと書くだけ書いてみて、たくさん書いてスキルアップして、まあ、1年後どうなってるかなっていうのを、まあ、一通り頑張ってみようと思って頑張った結果、まあまあそこそこお仕事もいただけるようになって、まあ、でこのまま本調子でいけるだろうということで、このライターという業務が定着しました。で、この左に見えているこの3冊とかは、私が担当した本の一部分ですね。なのでもしよかったら手に取る機会があるかもしれないので見てください。はい、皆さん買ってください。買ってください。買ってくださいって買ってください買った方がいいです。買ってください。で、あと今年の夏とか冬頃に自分が書いた本が2冊発売することになってまして、まあ、それものおいおいやるんです。すごい、素晴らしい。両方とも医療に関する本をまあ発売することになってまして、うん、で、まあ、今現在その施設に追われる生活をしてます。ちなみにいくらでしょうかって来てます。いくら、2、3000ぐらいで買います。うん、私今1000円から2000円ぐらい。そうです、そんなもんで買えると思います。で、今結構力入れているのが、はい、ありがとうございます。ツイッターの運用なんですけども、それがきっかけで NHK とか NHK のおはよう日本っていうのに出演したことがありまして、こういうなんか何かを発信することっていうのはすごい大事で、臨床現場にいなかったらできなかったようなことが、このライターになって発信を積極的にするってことで、まあ、できるようになったなっていう事例の一つです。うん、で、次にさっきからお話に出てるんですけど、メリコっていうのを少し紹介したいなと思います。メリコっていうのは医療者、全員医療者が運営してます。で、テーマは何かというと、多職種連携がテーマのサイトです。で、多職種連携っていうとすごく難しく考えがちなんですけど、まあ単純に他の職種の人で挨拶できない人に今日話しかけてみようねとか、まあじゃあ人工心肺回してる時に看護師さんは外回りで何してるの、中にいる人は何してるのとか、その後の ICU とかに戻った時に何をしているのとかっていうのを、まあみんなで確認し合って、こう流れを知って、そこの生まれてくる何かをまたさらに知って現場に生かしていこうよっていうメディアを作ってます。この右下の、QR コードから読み取れるので、よかったら見てください。で、メリコはまあこんな活動もしていますよっていうのと、あと、医師をゲストに迎えてやる座談会っていうのもすごい人気で、
こういうゲストを迎えた座談会もしているので、もしかしたら皆さんに今後声をかけることもあるかと思います。その際はちょっとどうぞよろしくお願いします。で、外での活動もまあしてまして、まあ、リアルイベントやってみたりだとか、で、リハビリテーションケア学会っていうので、多職種連携に関する論文を12円台っていうのを、まあ、このメンバーで、左上に映ってる画像のメンバーでやってもらったりだとか、あとはまあ、連載をやってみたりだとか、まあ、メディア内にとどまる他のところでもいろんな活動をしているグループではあります。で、残りの時間で、今日の、動画のコピーの時にも挙げたんですけど、伝えるために仲間を増やせ。この100人会議とかに結構共通してくる話だと思うんですけど、これを結構私は大事だなと思っているので、この話をちょっと最後にしたいなと思います。結構皆さんの中に何かを発信したいっていう人がすごい多いんですけど、それを行動に移せる人っていうのは結構いないんですよね。素敵な構想はあったりはするんですけど、それを出せないっていう人が多くて、それがなんでできないかっていうと、まあ、単純に発信の仕方がわからないとか、で毎日こう発信していくのが大変だからっていう人、まあ、で、文章の書き方がわかんないとか、で、まあ、どうせ私がやらなくたって誰かがやってくれるだろうっていうことで、まあ、発信しないっていう人もすごい多くて、それはすごいもったいないことなんですよね。で、なんでそれを発信っていう行動に移した方がいいのかっていうと、まあ、現状を知ってもらうためだったり、仲間を集めるためだったり、まあ、業種の力を借りるっていうのをすごい大事だなと思ってて、じゃあなんで行動に移した方がいいのかっていうと、現状を知ってもらったら、なんか、現状を知ってもらいたいって時って、何かそのことが危機的状況にあったりとか、それがすごいいいものだから知ってほしいですよね。なんかそれを届けたいから、それをまず知ってもらわないといけないから行動を起こした方がいいですし、仲間を集めたら自分にない考えっていうのが絶対生まれるから、それも、で、自分にできないことを、まあ、補ってくれる人がいるから、これも仲間が集めるためには絶対行動した方がいい。で、もう一個、異業種の力を借りるんですけど、同じ業種の中で、なんか、たとえ、すごい素敵なことがあったとしても、それを外に出さなかったら、どんだけいいことでもダメな、なんか、ちゃんと身を結ばないというか、ちゃんと外に出してあげて、それを異業種と絡めて、こういうアイデアはうちの業界にはあるけど、どうっていうのを取り入れる作業を絶対にした方がいいから、まあ、行動に移した方がいいっていうことですね。まあ、どう発信すればいいかっていうのであるんですけど、大体この3つで、オンドメディア、SNS、最近のトレンドは、まあ、動画コンテンツとか言われてますけど、これをまあどれか一つじゃなくて、全部をやった方がいいっていうことですね。なんか、間口を広げておくという意味で、この3つは絶対にやっておいた方がいいかなと思います。今なんですけど、正しい情報を、まあ、ただ発信するだけじゃダメなんですね。で、今っていうのは、結構みんなのリテラシーもすごい、ネットリテラシーが高くなってきて、正しい情報を発信するスキルは結構みんな持っているんです。でも、まあ、それを発信すればいいだけじゃなくて、その中には、まあ、ニーズとかトレンド把握してみたりだとか、その中に関わる技術のことをしっかり知っておく。で、そういうことをしないと、まあ、ただ発信したとしても、届けたい相手に対して、まあ、伝わらないよっていうことが言えるかなと思います。まあ、先ほども言いましたけど、一人で全部できる人はっていうのは絶対いないんですよね。なので、私がよく言うんですけど、情報収集が得意な人とか、書くのが得意な人とか、まあ、現場経験豊富な人、異業種を巻き込んで、みんなで作る。で、まあ、一人でこう声を上げてみると、メディコがいい例で、人っていうのは集まるので、なんか声をかけてみれば、絶対仲間ができてくるので、声を上げることが大切だということですね。巻きましたら、ちょっと最後になりますが、今、積極的に頑張っていることがありまして、まあ、臨床工学技術の認知度の向上というのも もちろんですけど、今子どもたちにそう、絵本で医療に関する啓蒙をしていきたいなと思ってて、それに関する活動を進めているっていうところです。これも大きく関係してるんですけど、医療者と非医療者でライターさんっていろいろいるんですね。資格を持ってないライターさんもいるんですけど、そういった人たちが正しい情報を正しく届けるために、まあ、ちょっと力をそれができればなと思って、まあ、一時情報の取り方だとか、こういう伝え方は元々の意図とは違うでしょっていうのをやったりとか、まあ、ただ単純に文字脱字がないようにとか、届けやすい文章にっていうライターの育成にも力を入れているところです。こんな感じで巻いていきましたが、ご清聴ありがとうございましたということで、私の発表は終わらせていただきたいと思います。